きいたしまして手と垂れで交差しております。その上に三重の仮紐をしております。はい、手先は、はい、ここ開いて下に下げて、はい、ここで軽く止めておきます。はい、中心で一度開きまして、はい、真半分に折りまして、はい、ここで開きましたら、はい、際を開きまして、胴脇のところの長さで、はい、ここで一つ中心にタックを取りまして、はい、ここ一本目に、はい、ゴムを通しまして中心で、はい、しっかりこう交差いたします。はい、ちょっとクリップをしておきます。はい、まあ、半分に折りましたら1枚だけをこう開きまして、はい、この幅の位置で、はい、長さを決めまして、ここで折ります。はい、ここで正面に、はい、1つのタックを取りまして、はい、2本目を1本目のゴムの下から通して、はい、中心で、はい、このように羽をしっかりと作りまして、はい、端を敷いて、はい、ここで、はい、上端を少しこのバッテンの中央から引き上げて、はい、まっすぐこれが真横になるようにこのように作ります。はい、そうしましたら、はい、このまま、はい、左の方に下げまして、はい、ここで帯の輪のところの、はい、巻き線の位置のところから、はい、真半分で折り上げまして、はい、ここで1枚目の帯と同じ長さを、はい、きれいに作ります。はい、真半分のまま、はい、このように作りましたら、はい、ここで中心で一つのタックを取りまして、はい、ここ3本目に下から入れます。はい、こんな感じになりますので、はい、ここ3本目のゴムに通して、はい、ここで、はい、下でこう広げます。はい、これができましたら、はい、この輪の中に枕を通しまして、はい、この下の方で左の方にこうきちっと、はい、向きを決めまして、これで枕をします。はい、その時この羽全部を持ち上げて、結んでおきます。はい、このように
はい、横に、はい、でここで手先をしっかり敷いて枕を背中につけますと、はい、きちっと背中につきますので、はい、最初の羽の、はい、この端は、はい、ここで引き出します。はい、この端ギリギリのところまでしっかり引き出しておきます。はい、こちらも、はい、同じようにこの輪のところに指をかけて、はい、しっかりと引き出して、はい、ここで華やかさを出します。はい、こんな感じができましたら、はい、この端を、はい、ここの3本目のゴムに、はい、上から入れ込みまして、はい、ここで返して、上で広げます。はい、そうしますと、はい、右の羽と、はい、この羽がリボンのように見えますので、はい、ここで、はい、この端も少し広げまして、はい、はい、こんな感じを作りましたら、はい、この端をちょっとこう折り込みまして、はい、斜めに持っていきまして、ここに、はい、ここで帯締めをします。正面にして広げます。この羽を、はい、しっかり広げて、はい、豪華なイメージを作りまして、